銀兵衛。して靴を履いたからお嫁さんにして。ダメだ、お前たちちゃんと履けてないじゃないか。お前たちの足は血まみれじゃないか。ダメだ、来るな来るな。師匠様、どうかなされましたか？なんでもない。もうたくさんだ、こんな夢。娘たちを殺しているのは父君じゃないか。なのになぜ僕の夢に現れるんだ。僕は助けられない。僕は父君に逆らえない。娘たちにあんな靴を履かせないでくれ。履いたら不幸になる。なんだって、それ本気で言ってるのか？もちろん本気ですわ、旦那様。しかし旦那様、西京様は私たちの運命をもてあそんでらっしゃる。官位が欲しい私たちをもてあそんで楽しんでいらっしゃる。だったら私たちだってそれを楽しんでもいいではありませんか。私と旦那様なら絶対にうまくいきますわ。二人であの男をたぶらかしてあげましょうよ。なるほど、それもいいな。やっと正門から使いが来たかね。はい、嬉しいね。待ちわびたよ。師匠、お前もおいで。義兄弟になるかもしれない男だ。一緒に彼の贈り物を楽しもう。ああ、ドキドキする。楽しいね。はあ、父君と気が合うなんてどんな鬼畜だ。そして当日がやってきた。さて、君は僕にどんなものを見せてくれるのかな？師匠と二人でゆっくり見物させてもらうよ。かしこまりました。私は6人の妻を持っています。6人とも。私の自慢の美しい女たちです。私は誰も同じように可愛がっています。が、私は5という数が好きです。そのせいか5番目の妻には他とは違った思い入れがございます。これが、私の5番目の妻です。ほう、これは美しい方だね。旦那様、ここはどこです？私は一体。5番目の妻よ。あの方が西京様とご子息の師春様だ。私はあそこにいらっしゃる西京様にお楽しみいただいて、官位をいただき、義理の息子にしていただきたいと思ってる。まあ、西京様にそのような名誉をいただけるなんて、素晴らしいですわ、旦那様。お前もそう思うだろう、醍醐夫人。はい。たかが役所のせがれが、警部の長官になる。大した出世だと思うだろう。はい、旦那様。お前も嬉しいだろう。はい、旦那様。うん、そうか。旦那様、何を。西京様、私は5という数字が大好きで、願掛けをするときはいつも供物の数は5つでした。今までずっとそうやって願いは叶えられてきました。今回は私の大事な願いです。ですから私の大事な第五夫人を西京様のためにここでくびり殺します。いいね、第五夫人。私のために供物となって死んでくれるね。もちろんですわ、旦那様。私は喜んで。すまない。あっ、やめさせてください、父君。こんな、なんと美しい自己犠牲。美しいね。女が男のために死んでいく。そして、男は苦しいね。自分の欲望のために、一番大事なものをその手で壊すんだ。はあ、いいね。いいね、いいね。美しいね。当然とするね。なんて。むごい。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわ。ね、旦那様。平次、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。